菜をいっぱい食べてます。小松菜とか朝ごはん食べてるぐらいです。トマト一番食べやすいんで2日に1品ぐらい食べます。いっぱいあのご飯を食べるときにたまにサラダを食べるぐらいです。うん、あんまり食べすぎない。食べたら後悔します。運動をするようにしてます。小さい時からバレエをやっているので週5日ぐらいは運動してます。毎朝ラジオ体操をしてます。全身運動なのでいいかなと思ってやってます。2年前の正月に牡蠣に当たってずっと寝込んでたんですけど、生牡蠣はスーパーでは食べないようにしようって。祖母が腎臓が悪くて食事制限みたいなのをしてると若い頃から食べ物を気を使っといた方がいいのかなって思うことが多いです。これ以上休んだら単位が来ない授業の時に限って風邪をひいて苦しくなった時。毎年この季節になると胃腸炎とかになるので気を使おうって思ってます。精神的にストレスを感じるとすぐに気絶する人なんで、結構ピアス開けて気絶するとか2日って気絶するとかしてるので。健康に気をつけていることは人様々。今回のサイエンスカフェガリレオガリレーでは日本の気象難病問題の第一人者である末松誠さんをお招きして、代謝とがんの意外な関係や最新のライフサイエンスの取り組みをご紹介いただきます。皆さんこんにちは。藤原博史のサイエンスカフェガリレオガリレー、今日は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長の末松誠先生をお招きしております。先生今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの末松誠先生は私 の, あの親友のですね、慶応義塾大学の村井淳教授からずっと噂聞いておりまして、素晴らしい名医であり素晴らしい研究者であると、慶応医学を代表する研究者であると。ところがですね、その大事な大事な末松先生が国にさらわれたというお話をですね、お聞きしておりまして、で昨年初めてお会いしたのがカリフォルニア大学サンディエゴ校というところの研究会なんですけども、あの日本医療研究開発機構というのは、まあ、日本版 NIH ということで、後で末松先生に詳しくお話を伺いますけども、日本も医療研究をですね、統合的に統一的にやっていこうということで、かなり日本政府としては大規模な国家予算を投入してですね、この今まで少し分散気味であった医療研究を一つにまとめていこうという国策として出た非常に大事な役割とお聞きしておりますが、先生からすればちょっとなんか徴兵されたようなというふうな雰囲気があったんですけども、最初あの1年ちょっと経たれて、はい、あの AMED という略称で呼ばれてますが、この医療研究開発機構に来られて少しの感想はいかがでしょうか。そうですね、あの僕はあの内科の臨床をやった後にあの基礎研究行ったんですけど、生化学っていうところはあの酵素の反応っていうのがあって、あのそれこそメタボリズム代謝なんですけど、あの違う種類の原料を混ぜるために触媒が必要で酵素が必要で、で新しいものが、できるという、そこの仕組みに携わってるという点ではなんか延長線上の仕事だったんだって今頃になって気がついたって、そういう感じですか。ああ、なるほど、面白いですね、はい、あの人間の体っていうのは皆さん知ってると思うんですが、代謝、これ代謝ってちょっとまず最初にちょっと先生にお聞きしたいんですけど、はい、字を読むとですね、はい、なんか変わりという字と誤るという字、誤るっていう字がありますよね。これ本当はそういう意味なんでしょうか。聞いたところによると、まあ、あの古いものを新しいもの入れ替えると、で社っていうのは例えば面会謝絶っていうあの言葉の社って小文字書きますよね、はい、これはだからあの、入れるものを入らなくしたりとか切り捨てるという意味があるわけですね、だから、新しいものを取り入れて古いものを捨てるという、それをあのシンプルに2つの漢字で言うと代謝ということになるだろうというふうにあの想像できます。あ、なるほど、はい、だからあの、まあ、よく新陳代謝っていうことを言いますけど、まあ、新しいものと古いものを入れ替えるという、その体に人の体にも、まあ、動物もそうでしょうけど自然に備わってる機能である、はい、これがおかしくなると、まあ、今日メタボっていう話もありましたけど、そうですね、
いらないものがたまりすぎたりとか、いうことになるわけですね。これ代謝って英語でメタボリズムと呼んでますけど、はい、うまくいかなくなったのメタボってなんかちょっと誤解するような言い方も。そうですね、なかなか僕も耳に痛い言葉なんですけども、油が十分に燃えないで、溜まっていってそれが、皮下脂肪や内臓脂肪に蓄積される。メタボリックシンドロームというんですけども、長いですからメタボというふうに定着したんだと思います。メタボリックシンドロームを訳してメタボと。そうですね。なるほど。であんまりいい意味には使われてない、ないですよね。ですね。なるほど、なるほど、はい、そうですか、わかりました。で代謝って皆さんそういうということなんですけども、古いものと新しいものを入れ替えると、そういう自然に備わった機能ということなんですけども、代謝というのは人間にとってどんな働きがあるかというのをもう少しこう仕組みといいますか、はい、そこら辺をなんか図で表してもらう。そうですね、我々日常の食事で、はい、取り込むものには、三大栄養素っていうのは皆さんご存知の方いると思います。真ん中にこれグルコースって書いてあるのはブドウ糖っていうやつですね。青いのがブドウ糖、それから、赤で書いてある AA って書いてあるのはアミノ酸ですね、はい、それから黄色で書いてあるのがリピッド、油です、はい。これらは化学的な構造が全部バラバラの違うものなんですけど、こういうものがいろんな比率で、口から入って我々のエネルギーを支えています。ブドウ糖は体の隅々まで血流で、行き渡って、それがだんだん小さい分子に分解されていくと、最後に、これは、TCA 回路、クエン酸回路っていう高校ぐらいの時に習って絶対に覚えられない化学反応がいっぱいあるサイクルなんですけど、そこから、電子伝達系というところに水素が引き抜かれて、ブドウ糖って C6H12O6 って書くんですけど、はい、その H がこう引き抜かれる。でその水素はどこに行くかっていうと、我々が空気として吸っている酸素と水素が反応して水になるんですが、その時に大変な莫大な自由エネルギーが出て、そのエネルギーを使ってアデノシン二リン酸からアデノシン三リン酸、つまり ATP を作るのが我々がこう生きとし生けるものの共通のこれ仕組みになってるわけですね。水素が燃えるという燃焼からエネルギーが出るということですよね。おっしゃる通りです。難しそうですが意外とシンプル。意外とシンプル。はい、そうです。はい、それで今日その A メトの話も少し、はい、混ぜながらお伺いしたいんですけど、はい、なんか先生はこのアミノ酸とブドウ糖と脂肪という3つの異なるものを燃やす仕組みというのをずっと研究されてきて、はい、これが実は今 A メトという新しいその機構組織にも当てはまるんじゃないかという、なんか途中で気がついたんですけどね、はいはい、後から理屈がついてきたんですけど、はい、あんまりあれなんですけど、A メドはですね、今まで国家予算で、赤がこれ経済産業省、それから青が文部科学省、から黄色が厚生労働省で1対5対4っていう比率でお金が全く違うバラバラのルールで、これが配分されてました。大学の研究とかに。そう、はいはい、競争的研究資金ってやつですね、はいはいはい、これを安倍総理のイニシアチブで一箇所にまとめて、年間1400億近いお金なんですけど、これを配分する機関を A メドというふうに名付けて、それを医療研究開発の加速に持っていこうと。なかなかなんていうんですかね、3つの、異なるファンディングって分かりにくいですけど、言ってみれば A メドができる前は1つのグラウンドでバスケットボールとフットボールと野球を一緒にやったらどういう風になるかみたいな、まあ、クレイジーですね。どっか別のある館長から来たなんか予算で買った装置っていうのは、うん、他で使えないんですよ。それちょっとおかしいですね。おかしいでしょ、はいはい、で機械が休んでても使えないんですよ。なるほど。だけど現場
の研究者にしてみれば、いろんなことに使えて、いろんな研究者が、共同で使って混ぜ合った方が新しい発見が出たりしますよね。そうですよね。それに無駄な機械買わなくて、買わなくて済む、そうですよね。そうです。その効率が上がるということで、この まさにその TCA サイクルを、そうですね、この A メドで先生今おやりになっている。いや、つまりこの絵見てるとですね、はい、いや本当にそう思ったんですけど、はい、クエン酸回路と電子伝達系に当たるものを A メドが作らないと、どう考えても ATP ができないなってそういうふうに今思い至ったわけですね。なるほど。それを一生懸命やろうと。これはなんか大きな発見ですね。そうですね、びっくりしました。はい、これはなんか論文にはならないですね。こういうのはならない、全くならないですね。はい、ね、先生、本当村井さんもおっしゃってましたけど、あの優秀な研究者が国にさらわれたと。でも今さらわれて日本国民は嬉しいのかもしれません。いや、頑張んなきゃいけない、はい、はい、ありがとうございます。それであとあのその後私ちょっとお聞きしたんですけど、あの、まあ、A メドの話でちょっと聞くとですね、日本版 NIH ということで、はい、あの国立衛生研究所、私もインターネットの研究パートナーとして行ったことあるんですけど、はい、SS だというね、大変な予算を持ってるんですよ ね、金額がすごいと。すごいですね。ですごい研究者もいて、インターネットともつながってる、その国立衛生研究所という、まあ、世界をリードする医療研究機構と 50-50 の、 あの合意書を交わされたというふうに聞いたんですけども、うん、あの今回の NH と A メド の、その研究、まあ、MOU というんですか、はい、あの共同研究開発締結というのはどんな意味をがあると先生自身は思っていますか。はい、実はあの日本とアメリカというのは、感染症の領域でもう50年近い、50年以上でしょうかね、協力関係があります。はい、エイズの研究とか結核の研究とか、非常にレベルの高いあの共同研究をやってきた。始まった頃はがんとか、脳の研究とか非常に活発に共同研究が進んだんだけれども、いつの間にか感染症だけになってしまった。うん、でここで A メドができたことを きっかけに、もう一回、いろいろな方面で、協力体制を作りたいという、要望もあって、それで、じゃあやろうかということになったんですが、その時にあの両方とも、まあ、ウィンウィンになるような、仕組みですね。はい、その一つとして、あのフィールドに関係なくデータシェアリングですね。データシェアリング、はい、情報共有、はい、これをやって、患者さんのを救うためのプロセスが早くなる領域に関しては積極的に協力していこうと、うんうんうん、こういう合意に達したわけです。なるほど。はい、それはあのちょっと仕組みで言うとですね、はい、あの 図を少し出していただくと。そうですね、まずですね、今ちょっとこれ図出したんですけども、はいはい、あの同じ言語を喋っててもね、はい、うまくコミュニケーションの取れないもん同士っていうのがいっぱいあるんですね。はいはいはい、それは、ね、ありそうですね。特に情報共有って大事だ大事だと言われてる割にはですね、ちょっとこれ英語で申し訳ないんですけど、はいはいはい、患者さんのニーズと、それから、研究をしながら、臨床もやっている、先生たち、あの先生たちは患者さんを救いたいと思ってるのは間違いないんですけれども、あの論文を、研究成果を論文にしようってするときに、あの、どうしてもやっぱりあの自分の一番大事なデータは隠すんですね。なるほど。論文にするまでは、はい、でもそれが行き過ぎると患者さんへの、診断情報の提供とかが遅くなる、うん、だからこれ微妙にズレがあるわけです。なるほど。それから、まあ、皆さんあの遺伝子とかゲノムっていう言葉ご存知だと思うんですけど、次世代シークエンサーっていう機械があるんですけど、はい、それを基礎で研究やってる人たちもなんとか人間のために役立ちたいっつって一生懸命研究やってるんですけど、実際はやっぱり論文のことを考えてますから、その取った貴重なデータをどうやって生かそうかと考える一方で、うん、どうやっていい論文にしようかって考えますよね。うん、あ、そうですよね。ところが一方で、病院の現場にいる先生たちは、もう10年も20年も自分の子お子さんのですね、診断がつかないような、うん、そういう患者さんがいる、で家族がおられる、でそういうところでなんとか情報を提供したいんだけども、そのゲノムの専門の知識、とかあのそういったものをあの解析する機会がそこにない、うん、
とこれ両方の間にやっぱりギャップが生じるわけです。これはあれですか、基礎医学者と臨床医との、そうです、橋渡しっていう言葉があるんですけど、それはあの薬を作るときに基礎の研究から臨床に持っていくところに死の谷っていうのがあるっていう話がありますが、はいはい、それとよく似ています。なるほどね。人と人との間にも死の谷があってコミュニケーションが取りにくいんですね。まあ、それぞれの職業によってね、目先の目的が違うと。そうですね。でも本当は患者さんがいるということが重要だと先生おっしゃってるわけですね。はい、わかりました。まあ、あとはもう、はい、もう本当話しすきりないですが、いやどうぞやってください。はい、ビューロクラート、サイエンティストとビューロクラートですけど、はい、これもなかなか問題で、やっぱりあの研究ができて、それこそネイチャーだセルだサイエンスだって、まあ、いい論文が出てもですね、論文の紙を食べても患者さん治んないですね。そうですよね。でこれを薬にどういうふうに持っていくかとか、それから例えば保険の、収載をどうするかとか、最終的には官僚の人たちが社会実装というところをどうするかっていうところに必ず行くわけです。まあ、科学者と官僚は目的がやはりちょっと違ってて、違います、ね、これだけ社会に役に立ったというなんか成果を出そうとするんでしょうね。そうです、あとこの2つはですね、生物学的特性が全く違っていてなるほど、はい、左側の研究者はですね、自分の一番大事なデータを隠すという特性があるわけね。それからお役人さんもですね、はい、志のある役人さんもたくさんおられるんですけど、はい、多くの場合、ここは私のテリトリーです、うん、あなたはここのテリトリーです、私のところに入らないでください、うん、こういうのをデマケーションというんですけど、デマケーション、デマケーション、デマケと彼らは言います、デマケ。最初何のことか僕分かんなかったんですけど要するにここは俺の縄張りだろうと。なるほど。でそれやってるとですね、新しいもの絶対生まれないんですね。両方の接触点、インターフェースで化学反応が起きてはいけない人たちなんですよ。なるほど、縄張りね。ある学者がですね、関西では結構ヤクザさんが多いんだけども、関東にはヤクザさんが少ないと、これはどうも霞が関に縄張り争いがあるから入れないんだということをおっしゃってた人がいました。そう、イエスともノーとも言えませんけどね我々のエメドはあの大手町にあるんですけどねそうですか。同じようなことは、はい、大学の研究者と、それから薬を作る、まあ、企業ですね、はい、製薬企業の間にもあって、自分の見つけた分子、研究者が見つけた分子を例えばノックアウトマウスっていうのを作って病気のモデルができましたっていうと、もう研究者はシーズがついに見つかったって言うんですよ。はい、これで病気のモデルができたから、そこの分子の機能を元に戻せば病気が治せると思うわけ。なるほど、原理だけになっちゃうわけ。原理だけ、はい、ところがインダストリーって書いてあるその製薬企業の方は、具体的にその分子に結合するこういう構造のもので、肝臓の毒性も腎臓の毒性もなさそうだなっていう候補の分子が出てきたぐらいでやっとシーズというんです。で両方でシーズが見つかったって喜んでる時に、左側の人が考えてるシーズと右側の考えてるシーズが全然イメージが違うことの方が多いんですよ。なるほどね。それから大学と大学、あ、大学と大学もあるんですかね。大学と大学はあの大学ランキングっていうのに振り回されてる大学の先生いっぱいいますよね。はい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 。もっとご自分の大学の、 あの研究とかにプライドを持てばいいと思うんだけど、うん、それでもね、どこどこ大学が何位とか出てくるじゃないですか、うん、はいはい、でそうすると彼らは競争ということに関してはもう、なんていうの、パブロフの犬っていうか、うん、条件反射、条件反射で競争するんですよ、うん、なるほど。で協力したらもっとすごいことができるのにっていうのを絶対にやらない組み合わせもある。 それはその医学界の場合で結構なんですけど、はい、地域特性かなんかありますかね。そうですね、今は、あのお金が厳しくなってきた、あの必ずしも今研究環境であのお金が十分にある状態とは言えない部分もあって、だいぶ地方では協力をし始めてます。ああ、そうですか。それは国立大学私立問わずですね、地方の大学は本当にあの、大学に行くお子さんが減ってくる、学納金が減る、大学そのものの、足腰がすごく弱くなって、もう周りと協力しないとやっていけない状態に本当にもうなっちゃってるんですね。でそういう
中でどういうふうに、まあ、お互いが協力してってことはみんなやり始めてはいるけれども、なかなかお互いが完璧に理解し合うまでには相当時間がかかると、そういう状況じゃないかと思います。私関西系の大学を出たんですが、はい、関西系の医学系は協力はどうなんですかね。まあいいとこと悪いところがありますよね。国立大学同士はあの同じパイをどうやって分け合うかっていうな、うん、あの人たちですから、うん、結構仲悪いところもあるんじゃないでしょうか ね。もうちょっと患者さんの立場に立って協力していただくといいですね。そうですね、複数の協力が、あの複数の大学が協力すると、再現性の高い臨床研究や治験ができて、薬が実用化されるのは間違いなく早くなる。まあ、そういうことをもっと気がついてほしいなと思います。なるほど、英明堂ではやはりかなり対処講師から見てられるから、そういうことが見えてくるんですね。はい、わかりました。それから、はい、あとはですね、はい、同じ科学の領域なのにやり方が全然違う例として、うん、天文学っていうのがあるんですね、はい、私宇宙物理学天文学やってましたんで、はい、あのハッブル望遠鏡っていうのが、まあ、25年以上前に、はい、地球の軌道上に上がって、今はもう天文学で、出てくる論文の半分以上はハッブル望遠鏡のデータを地球上のたくさんの天文学者が情報共有して、はい、シェアして、それで見つかってきた発見がほとんどですね、うん、もしこれを一人一人の天文学者が別々の自分の天体望遠鏡でやってたら、そういう大きな発見はおそらくできなかったと思うんですね。だから彼らは国籍に関係なく地理の山のてっぺんまで行って、もう低酸素で喘ぎながらこうやったりとか、ハワイの、あの山の頂上行ったりとかこうやってますね、当たり前に。医学でそういうデータシェアリングってもっとできないのかなって、そういうふうに思うわけですね。なるほど。そして、うちはあの3つの役所、今はですね、はい、文科厚労経産以外に総務省というところからもお金が来るようになったんですが、ああそうですか、このお役人さん同士もあの文部科学省の出身、厚労省の出身っていうんで、みんな結構あの喋る言葉が違ってて仲が悪いんじゃないかって最初はあの恐怖におののいてたんですけども意外とですね、この赤青黄色は、役人の赤青黄色はですね、一度決定したことに対してはきちっと協力して目的を達成するまで絶対に微動だにせずに一直線に進められる人たちだということが分かった。それはでも A メドという組織ができ、かつ末松先生というパーソナリティが影響してそうな気もするんです。いやいや、そんなことはないと思いますね彼らは本当にミッションインポッシブルをポッシブルにできる、はい、あのうまく化学反応さえ起こせば、それ可能なんじゃないかっていうふうに、まあ、今は思うようになりました。なるほど。まずここで言葉が通じないというところの関係を少しずつ解き明かしていこうと、ほどいていこうというなんか努力をされていることがなんか分かりました。ありがとうございます。であの次にその情報共有でその世界とということなんですけど、その NIH との、はい、その連携で何が進みそうかというところを少しお話しいただけますか。あの、いろいろな領域で連携が今進みつつあるんですけど、はい、難病未診断疾患っていう領域のことをちょっとお話しします、はいはい、ここにあの N of 1問題と、はい、これなんじゃこれやと、 N of 1プロブレムって言うんですけど、なんかいろんな花が入ってる花束をモデルにされてますね、はいはいはい、これあの難病で診断が確定してる患者さんはともかくとして、はい、何の病気だか分かんない人が、どこに何人ぐらいいるのかって全然わかんないんですよね。まあ、難病ってそういうもんですよね。それで極めて少ないですもんね。難病っていうのは原因がもう分かってるものも含まれるんですが、未診断疾患というのは本当に診断がつかない患者さんたちです、うん、で子供も大人もいます、うん、で、何十年も診断つかないで本当に病気で苦しんでる人ってたくさんいて、うん、でその中で特に家族性が関係ありそうなものを、うん、確実に診断できる仕組みを作ろうと、はい、こう考えました。これはあの世界中で今こういううねりが起きつつあります。エーメドは去年生まれてすぐこれを、うん、もうやろうと思ったんです。それはあの情報共有というのが、はい、もう絶対必要不可欠だからで、特定の複数の症状を持った患者さんが
たとえ遺伝子を精密に調べても症例が1人しかいないと全く診断できません、うん、この領域は、はい、特にそれが数百万人に1人の患者さんのような場合は、この今花束で示したのは例えば1つの病院、うん、あるいは1人の主治医の先生が持っている、患者さんが一人一人違います。それが花束の中の一本一本の花とします。100万人1人だと100万人に1人だとね、1人の先生がこのピンク色の赤い丸のついたですね、はい、ピンク色の花びらが4枚あって真ん中が黄色の患者さんを、うん、自分が仕事を一生してる間にですねもう1回見る確率はほぼゼロですよ。100万人1人ですと ね、はい、でそれがでもね他の病院にいるかもしれないわけ、うん、それが他の花束です、はい、これどうやって見つけれるようにするかっていうと病院の情報というのは個人情報も当然これは含まれてます だけどもそこをですね個人情報の問題に抵触しない範囲で少し壁を低くして共通のデータベースをあごめんなさい共通のデータベースをですね楕円の上の方に作ってあげる、はい、そうすると例えば、主治医の先生がですね非常に困ってる、患者さんこれは大学病院とは限らないんですね、はい、地方の病院もあるし、それから、開業医の先生の場合もあります、うん、でその先生がこのデータベースを使って、ご自分の今困ってる患者さんの症状のシリーズを、うん入力してあげる、はい、それから年齢とかですね、うんそういう情報を、入れてあげる。そうすると似たような患者さんがどこにいるのかっていうのがすぐに分かるような仕組みがあったらいいと思いますか。いいですねそれは。できたら国を国境を越えてほしいですね。そうなんです国境を越えるってこともすごく大事です、はい、それから特にアメリカなんかは人種のるつぼで、はい人種のバックグラウンドの違う人がこう混ざってますから、はい、このゲノムの診断というのはそれなりのまた難しさがある、うん、日本はまあアジアなわけですけれども、アジアは VIP というんですけどベトナムとインドネシアとフィリピン全部合わせて7億人ぐらいの人がおられますよね、うんはい、であとまあ中国という大きいところもあるけれども本当はアジアの中で、難病のデータベースがしっかりできて、うん、その情報が共有できるようになると診断は爆発的に早くなって、うん、そして診断がついた患者さんが増えてくると、うん、ゆくゆくは、製薬企業もそういうところに、投資をして、治療方法を提供するように、うん、やっぱりするためには地球規模でやらないと最終的にはダメなんじゃないかなというふうに思ってます。エーメドはそれを応援したいなというふうに。なるほど。瀬松先生がね、エーメドの最初のそのリーダーシップをお取りになって今お聞きしてこの情報共有というのはすごく大きな意味がありますね。これは、はい、難病って本当数が少ないわけですからたくさんその母数が増えればそうなんですですよね、はい、治療法とか薬だとか、はい、いろいろ出てきそうですよね。薬もですね、はい、これはまだ世界中どこもできてないことなんだけど、はい、低分子化合物と言われている、まあ、一般 の日常薬まで含めてそれから処方箋で処方される薬の多くが、まあ、低分子化合物というカテゴリーなんです。ちっちゃい分子です、はい、これ成功確率が3万分の1と言われています。つまり3万の薬の候補のうち、うん、本当に世の中で使えるようになる薬は1個しかない、はいうんうん、で2万9900いくつは失敗するわけです、うん、どっかのフェーズで。まあそうでしょうね。この失敗のデータを本当は共有したいです。ああなぜ失敗したのか。そうで会社は自分の失敗データは絶対出しません、うんうんうん、だけども今この、AMEDとか NIH とかでみんなで話してるのは、はい、国民の税金を使ってやった創薬の研究で、うん、こういった失敗データの一部を共有してこういう構造のものならば毒性が出ますよっていうことがあらかじめ分かるのであれば、これから研究をやる人たちはその構造を避けて通れますよね。まあそうですね。と余計なお金使わなくて済むんだ。で理想かもしれないけれども本当はそういう企業の失敗データを企業同士で共有すれば企業も助かるはずなんですけど、うんうん、実際にはいろんな利害関係が絡んでそれはなかなか簡単にはできないという、うんまあ、そういう問題もあります。なるほどね。
いや、情報共有の意味っていうのはなんとなくよくわかりました。それで あと今年の1月にNIH、 はい、その世界をリードする国立衛生研究所と包括協定を結ばれたという時のちょっと印象とですね、はい、今どんなふうなことを進めておられるのかをちょっと簡単にお話しいただきます。 ありがとうございます。まあ印象というか、はい、協定を結ぶっていうのは大それたことをですね、できるかどうか非常に不安だったし、チャレンジングだったんだけど、非常に彼らは、まあ、温かく迎えてくれて、それは日本の基礎の、研究、それから、臨床の先生方の研究で非常に素晴らしい着想に基づいた研究が多いということを、彼らが知ってくれていたから、うん、じゃないかなと。ああそうですか。私もそのニュースで見たんですけども、予算規模はこのかなり違うんですよ。20倍ですからね。20倍を持ってるそのアメリカの研究機関が非常に敬意を表してられてね、末松先生と握手されてるところも見たんですけど、質が高いと、とにかく日本の研究は、はい、そこに期待してるというお話をされてたように覚えてるんですけど、はい、そう言われてどんな感じがされたんですか。うん、嬉しい部分が7、8割でしたけど、でもな本当にそうかなっていうところもあって、日本がやっぱり医学研究で結構頑張ってこれた理由はテクノロジーのブレイクスルーですね。うん、たくさん日本ってそれができてますよね。いろんなテクノロジーが、実用化されて、そしてそれを医学に応用する部分、まあ外国でできたテクノロジー、例えば CT とか、MRI とかありますよね、はい、それから日本も化学ケミストリーの、技術が非常に高くて、そしてその中の、かなりの数のものが今がんに集まる物質とか、薬の開発とかにどんどん使われてる。それから例えば質量分析、田中浩一さんのノーベル賞のこともありましたけど、はいはいはい、これはもう今、医学の領域では質量分析を原理として使ってる機械なのかそうじゃないのか分かんないような機械がいっぱいもう実用化されてます。医療の現場でもう当たり前になってる。当たり前になってる。 なるほど、まあ、そういう医学以外の領域の、テクノロジーのブレイクスルーがあったからこそ医学のレベルも上がってるんじゃないか、うん、もちろん先生一人一人の頑張りと両方合わさってってことですけど、うん、そんな気がしてます。ああそうですか、はい。まあ、今先生はその医療に関してはテクノロジーが重要だと、で日本もそこら辺はかなり貢献してきたというお話をされたんですが、去年お会いした時にカリフォルニア大学サンディエゴ校のジェイコブズスクールオブエンジニアリングにご一緒に行ったと思うんですけど、はい、先生はあそこでどんなことをやられたんですか。僕はですね、はい、あそこで数十ミクロンの細かい微小循環っていうんですけど、はい、そこで人間の体に病気が起こる、炎症が起こったりがんができたりした時にその血管が形がどういうふうに変わるかとか、それから流れてくる白血球や血小板、ここからは例えばがんをやっつける物質とか、それから血小板だったらがんを増やす物質とかも出てくるんですね、はい、でそれが血管の壁にどういう分子を使って接着するかっていう研究をやっていたんですが、僕が非常にびっくりしたのはこのジェイコブズ今スクールと呼ばれているところはですね、バイオエンジニアリング、メディカルバイオエンジニアリングで医学部でもない工学部でもない両方がこうマージした学部だったんです。学際研究ですね。学際研究、今当たり前ですけれども、僕が行ったの1991年ですの で、はい、で全米で51 の、そのバイオエンジニアリングスクールができて、うん、そのうちの一番にできたのが UC サンディエゴだったんですね。でそこで勉強できたのはすごく役に立ちましたね、うん、あそうですか、うん、確か末松先生のちょっと前ですけど、私の大学の先輩に利根川進さんとしてもらいて、利根川進さんはあそこで免疫の PhD を取ったんです ね、 ですね。やっぱりカリフォルニア大学サンディエゴは日本から行く人はすごい人が多いな。すごい、いやもう本当に、まあ、ハッピーな研究生活だったですね。あそうですか、
かりました、ありがとうございます。で、ちょっと先生、今エーメドの、まあ、国の代表ということで予算を配分したり、結構研究者としては少し不完全燃焼というか、不完全というか火がつかないとお金を取りに行くのが仕事みたいな感じだったんで、それ突然180度変えるのは相当大変だったですけど、はい、先生すごくスイッチされて、先ほどのアナロジーは非常に面白かったんですけど、代謝のアナロジー、代謝の仕組みとエーメドの仕組みは実は一緒にすればうまくいくと3つの違う、燃焼物質は実は3つの違う、官庁から来る予算であるとか、なかなかここら辺がですね非常に面白いなと思ったんですけど、はい、まあ、先生のその独自の研究のちょっと片鱗をですね、ご披露いただければなと思うんですけども、エーメドの研究をされる前のね、はい、僕は子供の時から趣味が星の写真を撮るのが趣味で、これも天の川と彗星の、写真で、今だいぶ脳の血流が悪くなったんで、パッと星を見て名前が出てこなくなったりとかしてるんですけど、まあ今これ見ても射手座がどことどこを結ぶとこういう形になるっていうのは僕パッと分かります、これ見て。なるほど。で星の仕事をやってたんですけど、医者に医学部に進んで最初にやった研究がですね、はい、活性酸素のイメージングっていう仕事だったんです。なるほど。僕の師匠が内科のすごい怖い先生で、当時は活性酸素っていう言葉が全くなかったんですけど、どうも世の中にはそのいい酸素と悪い酸素があるらしいと、でどこがいい酸素で何が悪い酸素なのかちゃんと調べてくださいって、はい、それだけが僕の師匠の、指導内容だったんですね、はい、でそれ以来この酸素が、還元されてできる、スーパーオキサイドとか、いろんな名前の活性酸素があるんだけど、それが、それを見るためにですね、これ1986年だったんですけど、はい、当時EU ですかね、ヨーロッパがジオットっていう、人工衛星打ち上げて、で当時地球に近づいてたハレー彗星の、写真を撮るために、うん、浜松フォトニクスの、超高感度カメラっていうのを積んだんですよ、はい、でそんな高感度のカメラって一体どれぐらいなんだろうっていろいろ調べたら、すごい感度で世界一だと、うん、光の最小単位を、発光でこう見れるようなカメラだっていうんで、これならば活性酸素の出てる場所から出てくる、化学発光っていうのがあるんですけど、はい、活性酸素が出た証拠になるんですけど、それを、イメージで撮れるんじゃないかと思って、うん、浜松フォトニクスの神岡でとか作られた、昼間テルオさんっていう社長さんに、はい、カメラを1週間貸してくださいと、買うお金なかったですからね、はい、それで撮ったのが今ちょっとここに写真ないんですけど、もう感動しましたね。自分の血液の白血球をこう培養皿に置いて、そこに微生物を食べさせると、微生物を食べたその接触面からボンボン光が出るんですよ。ああそうですか。へえ。それが一番最初に僕心に。そうですか。ヒルマ社長ね、私小芝先生にその神岡感での逸話聞いたんですけど、感度を10倍にしてくれって言われて、1000もらわずにしてもらって、それで取れて、純粋のタンクの量は6分の1なのにアメリカより先にニュートリノが見つかったっていうのを聞いたんですけどね。いやそういうねなんていうのかな、そのカメラもだから天体望遠鏡につけたわけですよ、そのジオットっていう人工衛星、で僕それ見てやっぱりこれ顕微鏡につけたらどうなるんだろうって思ったんですよね。望遠鏡と顕微鏡ってね、意外と似てたりして、意外と似てますよ、はい、で光が減衰しないように届くかどうかが全てですから、
もううまくいった時はもう本当に嬉しくて、今はバイオイメージングってのは当たり前になりましたけど、当時はそんな概念なかったですし、NHK のニュースで出してもらったんですけど、あ、そうですか、自分の白血球がちゃんとバクテリア食べて殺してるんだっていうのが映ったという、それが一番最初の研究の発端で、それ以来なんていうのかな、小さい分子、一酸化炭素とか、硫化水素とか、普通はいっぱいあると人間が死んでしまうようなガスも体の中でできていて、いいことをやってるということを、その後ずっと、まあ、ガスバイオロジーという領域なんですけど、それで一生懸命基礎研究を二十数年間やってきて、さあこれからっていう時にエーメドの話が来たと、そういう感じです。エーメドに来られる直前に、うん、確か発見をされたというのも、そうです ね、そこをちょっとこれをちょっとぴょこぴょこっと飛ばして、映画の、いいですかこれ飛ばして、あとからまた、ね、戻ります、これだね、はい、脳の血管が、これ微小血管って言うんですけど、はい、脳の血管が例えば我々今、ここにいると 21% の酸素っていうのが空気中にあるんですけど、富士山のてっぺんに行くと 10% になるんですね、はい、高山病だ、高山病みたいな、はいはい、頭痛くなります、はい、あれは脳の血管がこう開いて、うん、で脳のボリュームがちょっと増えて、それで痛みになって感じるわけなんですけど、はいはい、低酸素が下がった時に血管が開かないと酸素もブドウ糖も十分にいかなくなるので、 ATP ができなくなってそのままずっといると神経細胞死んでしまいます、うん、でこれは低酸素性の血管拡張反応って言って、みんな現象は知ってるんだけどメカニズムが分かんなかったんです、はい、で今画像で出てるのは、これは麻酔したマウスに骨を特殊な加工をしてですね、透けて見えるようにしてあります、はい、で脳の表面の血管なんですけど、これ生きた状態でビデオで撮ることができるんですが、その時に特殊な光を使って脳の少し奥深くまでスキャンすることができます、はい、それをちょっとやってみます、はい、奥に入っていくと、あれよいしょ、こう今どん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 深いところに来ました、はい、今84ミクロンまで、はい、マウスのこれ大体もうこの辺になると脳の皮質っていう部分になります、うん、で真ん中にオタマジャクシみたいな血管がありますよね、はい、あれはオタマジャクシの胴体の部分が脳の、まあ難しい言葉で細動脈、細い動脈の線通枝、うん、こう貫いて通ってる、縦に貫いてる血管で、それがタンジェントに切れてるんでこう丸くなるんですけど、でそこから尻尾みたいにオタマジャクシの尻尾の部分っていうのが、毛細血管よりちょっと手前の細動脈という、はい、まあ、そういう名前なんですけど、はい、これをちょっと拡大してみますね、はい、これそこの部分を拡大すると、どうなるかっていうのをちょっと見ます。これですね、あ、消えちゃったな、ちょっと待ってください、これですね、はい、これをですね、低酸素にするとこういうふうにドーッとこう開いていきます。あ、本当だ、オタマジャクシの体の部分も尻尾の部分も両方ともこれ開いてきますね、開きますよね、はい、でこれこの反応があるから、はい、脳のエネルギーって維持されてるんですけど、メカニズム分かんなかったんです。なぜ開くか、はいはい、それでそのメカニズムはちょっと言葉で喋るとややこしいところもあるんだけど、はい、脳の神経、神経細胞と、うん、それから、アストロサイト、星細胞っていう、まあ、ここも星なんだけどね、そこで酸素から一酸化炭素が神経でできて、うん、その神経でできた一酸化炭素が、アストロサイトという血管の周りにある細胞に働いて、うん、硫化水素を作る酵素を阻害してます普段。なるほど、これ本当は毒物ですよね、毒物両方毒、そうですよね、ところが酸素が下がると CO が下がる、うん、CO が下がると硫化水素を作ってる酵素が活性化して、うんうんうん、硫化水素で血管が開いてます。なるほど、これは大発見ですよね、うん、私原核生物っていうのがね昔、はいはい、その昔々いて、結構硫化水素とか毒物を得て栄養を得ていた生物が実は地球に生命が40億年ぐらい経って生まれた頃のね、はい、最初の生命原生物といいますか、はい、
のメカニズムに何かちょっと似てる。いやこれはですね、はい、おっしゃる通りで、はい、あの延山ってとこありますよね、はい、あそこにあの電波点問題ってあります、はいはい、あそこ行っていただくと分かるんですけど、はい、これどうやって測ったのか本当これ分かんないんだけども、宇宙全体で一番多い物質は何でしょうかと、うん、水素、うん、そうですね。で2番目がね確かメタン、うん、で3番目が CO、うん、一酸化炭素、うん、で酸素とかはうんとあの低い方、うん、こういう順番なんですよ、うん、で地球ができた時の、原子の大気も酸素はもうほとんどなくて、うん、水素とかメタンガスとか、うん、それからこの一酸化炭素、はい、こういったものがあの溢れてたはずで、で面白いことに古細菌とか、まあ、微生物ですね、はい、水素や、メタンをこううまく使う代謝経路、うん、代謝です彼らの、はい、彼らは酸素なんかいらないわけですよ、うん、で CO から、メタンガスを作ったり、うん、あるいは CO からアセチル CoA を作ったり、うん、そういう人間の代謝では全く考えられないような代謝経路が持って思っていて、それがですね今の世の中で例えば腸内細菌とか、皮膚の、この毛根の中にいて酸素が届かないようなところであのしぶとく生きてる微生物とか、はい、そういうところの代謝っていうのはもう人間の酸素を使う代謝とは全く違うことでやってるわけです。でもそれでいろんな代謝物ができて、人間が全部自前で作んなくても、そういう微生物が作ってるもあの有用代謝物で我々生かされてる部分もおそらく相当あるんじゃないかと、こういうふうに考えられます。この、ね、本来なら毒物をうまく使ってうまく使って、そうですね、この酸素で生きている人間の生命を維持しているという、そうですね、そういうことを発見されたと、まあね、これはもうたくさんの人の研究の成果の一部ですけれども、まあ、そういうことが見つかって、まあ、僕は非常にこれはこの脳の血管のことはもうすごく良かったなと思います。そうね、という研究をやられた直後に、国からお呼び出しがかかり今や医療研究のトップで、今リーダーシップを取りになっているということで、大変多忙な、毎日が続いておられると思うんですが、そんな、末松先生、研究者としてもそして医者としても名医だと、そんなふうに村井先生からお聞きしてるんですけども、その末松先生を育てた、まあ、科学者のしおりといいますかね、私慶応義塾大学というのはその福沢諭吉先生が作られて、なんか医学部ってそんな看板学部だと思うんですよね。で福沢諭吉先生に対するその医者から見たね、医学者から見た福沢諭吉先生でどんな人なんですか。これは、はい、まあ福沢先生の著書の中にですね、はい、まあ、分かりやすく言うとですけど、はい、人間の体にある穴という穴に機器が入り込んで、機械が入り込んで病気の原因とか、を突き詰めたり治療ができたりするようになる世の中が必ず来るって書いてあるんですよ。なるほど。これって内視鏡の、まあ、出現を予言してる話 で西洋にも、内視鏡はその頃なかったんです。ないですよね。つまりどういうことかというと、はい、まあ、キュウリっていう言葉があります。キュウリって野菜のキュウリじゃなくて、極めるっていう、研究のキュウに、理屈のリって書くんですけど、はい、そういうメカニズムを、とことん突き詰めるということに関してやっぱり福沢先生っていうのはすごい情熱があったんじゃないかなと。だから、まあ、七言絶句ですね、これ噛まずに言うの大変なんですけれども、有名なですね、医に送るっていう、これは福沢諭吉から北里柴三郎に送られた有名な七言絶句の漢詩があるんですね、無限の守衛天また人っていうんです、1行目が。で病気は、人間、病気っていうのは人間との果てしない戦いの連続であると、無限の守衛天また人で医師、なんだっけなって言っちゃいけないんだけど、
医者はですね、病気というのはもうなったものはしょうがないので、なるようになるしかないんだ、治らないものは治らないなどと言ってはいけませんっていうのが2行目なんです。ああ、そうなんですか。それで3行目がですね、これだんだん厳しくなってくるんですけどもうさ、だいぶ記憶が薄くなってきたんでね、3行目はですね、要するに千里先の城に兵隊がいるかどうかを見極める能力、いい目、目ですね、はい、目の力、それからかゆいところに手が届く微妙な、理老の名士と孫の手とっていうんだけど、そういう感性を医者は持たなければいけないと。で最後に手段の達するの辺、ただこれ真なりって言うんですけど、 by all means necessary ですね。要するにありとあらゆる手段を使って、病気のメカニズムを解明するのが医学の真髄なのだっていうの、それが4行目なんですよ。でこれを学生にも繰り返し繰り返し言ってたんですけど、自分の脳神経にちょっと血流がいかなくて途中で今噛みましたけど、福沢先生っていうのはやっぱりそういうメカニズムを突き詰める、でそれ実学っていうのは実用的研究っていうふうに誤訳されてますけど、そうではなくて本当に証拠のある証拠の積み重ねでどういう知見が得られるかということを問うてるわけですよ。学問の勧めに実学のルビがサイエンスって書いてありますよ。サイエンス、ね、書いてありますよ、ね、あれですあれです。そうですよね、その通り。要は科学的にアプローチしないとダメだとおっしゃってるんでしょうかね、はい、そう思います。なるほど、ね、で特に僕はすごいなと思うのは、はい、半学半教って言葉があるんですね、はい、全ての、塾生塾員は、一生先生であり一生、学生だと、自分は半分教師で半分先生で、先生が偉くて学生がそれに従ってるんじゃダメだと、で医学の場合は特にそうで、新しい技術を学びに行ってどんどん吸収するのは若い世代ですよね、それを少し上の年の人たちが、先を争って、若い人から教わったりするぐらいのマインドがないと、医学は進歩しないってことですよね。そうですね。で、そういうその世代を超えて、経験を共有する、情報を共有する、技術を共有するっていう、こういう精神が、福沢先生の著書の、至る所にそういう考えが僕は あって、これはだから医学生をに教えるのにはもう大変重要なドグマだろうというふうに考えてますね。いや、私慶応義塾で教えたことがあって、20年ほど前なんですけど、3年間通信工学っていうのを講義しました、ね、それで300人学生がいまして、で最初に、前の日に実は恥ずかしながら学問の詰め読んでなくて徹夜して読んで行ったんですね。そして、はい、皆さん読んだ人と手を挙げさせたら、何人いたと思います？学問の詰め読んでた人300人中、理工学部です。理工学部ですか、はい、100人ぐらいいました。9人だから多分ね、瀬松先生のように、福沢先生の文献をちゃんと読んでる人は実はそんなたくさんいるのかなというのは今思い出す。僕も読み出したのは学部長になってからです、ね、もうそうでしょ、それあんま言えないじゃないですか、言っちゃいましたけど、それをさも昔から読んだかのように、いいか分かったかなんて言ってる自分が恥ずかしいですけどね。いやいやいや、それは面白い。今大変面白いお話を聞きました。で先生ね、ちょっとね、また少し最後に戻って、はい、サンダーバードの話をね、ちょっとお聞きしたいんですよ、ね、これね、はい、これはですね、はい、なんか倫理と関係あるんですよね、これ。そう、はい、これ困ってるんですよね。A メドがこれから挑戦しなければいけない最も大きな仕事の一つなんですけど、はい、人のですね、はい、一般の皆さんは小さな動物を使ってですね、はい、研究をやって、そして、少し大きな動物でやって、それで人で行くっていう、これ昔のやり方なんですね、うん、今は動物愛護のこととかもありますし、それからですね、例えば猿のレベルでこの薬が効くと言っても人に効くとは限らない、うん、そうであればできるだけ人からきちんとデータを取って、
そして、治験っていうプロセスに持っていくと、人からデータを取って課題を抽出して、例えば分かりやすい例で言うと、ある抗がん剤がこの人にはよく効くのに、同じがんの別の患者さんに全く効かないこともあるわけですよね、うん、それはなぜなんだろうっていうのは、その患者さんのがんの組織をしっかり調べないと、うん、で比較対象しないと絶対わからないですね、うん、でそういうその人由来の、細胞や組織を使ってやる研究、うん、これにはインフォームドコンセントが必要ですね、うんうんうん、きちんと説明をして、私のがんを手術した後にこういう目的に使っていいですよっていうのをちゃんと説明して了解を取るわけです。でそしてこういう研究をやりますっていうのを倫理委員会、はい、これは IRB ですね、インスティテューショナルレビューボードっていうんですけど、はい、そこに話を持ってきます、はい、これなんかどういう人たちで集まってる、これはですね、はい、時計盤を思い起こしてほしいんです、はい、お医者さんだけでやってるんじゃないんです実は。なるほど。お医者さんが12時とすると、例えば看護師さんの、はい、プロの方が6時にいますとか、はい、なるほど。それから一般の、あの市民の方、うんうん、ボランティアで多くは来てくださってるんですけど、ああ そうですか。それが例えば9時にいますと、うんうんうん、と3時のところには法律の専門家がいます、うんうんうん、それからあとマスコミの方とかですね、うんうんうん、やっぱり、これ常識があるかないかっていうことも含めてチェックするので、すごく美に理細に理、あの厳密な審査を受けなきゃいけないんです、うんうん、ところが一方で、この IRB の数がですね、日本では3000とか4000って言われてる、それちょっと多すぎませんか。日本は八百万の神って言うけど、いくらなんでも多すぎます、イタリアもそのぐらいあるそうですよ。あ、そうなんですか。ところがイギリスとかアメリカはまあ千数百、うんうん、でその千数百のところでも、できるだけどこの大学でも、どこの大学病院でも、あるいは地域の病院でも、これだけは絶対にこうだよねっていう部分は共通化して、一気に、審査をやった方が、審査の結論が出すスピードが速くなって、結果的に患者さんに利益をもたらすんじゃないか、うん、こういう考え方がどんどん今広がってます。なるほど。意思決定が早い方がいい。意思決定早い方がいい、はい、特にさっきお話した難病の場合とか、うん、にはですね、やっぱりあの待ってるわけですよね、はい、本当に診断がつかない人たちで、そういうところでこの IRB の、こう質を落とさずにスピードアップすること、うん、これをやろうと、これをみんなに分からせるのは大変なんですよ。それでサンダーバード2号が出てくるんですか。かえって分かりにくくなってるって話もあるんですけどあの我々があの A メドで扱っている研究にはですね、左側の介入型治療研究って、これがいわゆる治験と呼ばれているものなんですね、はい、これは患者さんの体の安全が第一優先事項です、うんうん、今これサンダーバードの、真ん中のコンテナが降りて、うん、ジェットモグラタンクっていうのが出てきてて、これはあの地面を掘り進むんです、ドリルで。なるほど。これはちょっとマニアックで特定分野な感じ、ね、特定分野。これしそう、侵襲を、はい、侵襲ってあのストレスのかかる、はい、で一方でですね、患者さんから血液を、まあ、いただく、うん、あるいは口腔粘膜のサンプルをいただく、うん、そしてゲノムを調べて、あなたにはこういうゲノムの異常がありますみたいな、うん、こういうの観察研究って言うんです、うん、これも患者さんの、インフォームドコンセントが必要なんです、うん、今これ出てきてるのはサンダーバード4号で、うん、海の中を探索して観察してるだけですね、これ。なるほど。あんまり活躍しないキャラです、これ。分かる人あんまりいませんね。ほとんどいないですね、あの多くの学会で滑ってるんですけど使ってるんですけど、はい、でこっちはですね、はい、患者さんの匿名性っていうんですか、はい、秘密、うん、患者このこれあの患者さんだねって分かっちゃダメですよね。そうですね、個人情報です。これを担保しなきゃいけないと。でそうであればですね、あの A メドとか厚労省のご協力もいただいてですね、はい、このサンダーバード2号のコンテナじゃない部分、うん、ガタイの部分、はい、この飛行機の部分本体、これを、うん、例えば書面にしてチェックボックスにするとか、うん、電子化して、各病院から入力してチェックがちゃんとできてれば OK が出せるようにする、まあ、共通部分です。共通部分、はい、その共通部分と非共通部分を分けてスピードアップが図れないかというのが、まあ我々の今これチャレンジです。まあ本当にできるかどうか、うん、大学はそれぞれですね、自分のところの IRB が一番いいというふうにみんな思ってます、うん、
これを調和させるのはすごく大変 で、レベルの低い方に合わせてはダメですよね。患者さんも納得しません、でそこをどういうふうにやるかっていうのはこれからの問題ですけど、これをやることによってその1分でも1秒でも成果を早く届けようということが実現 できればいいなというふうにまあ考えてるわけです。これができるとその倫理委員会の意思決定が早くなって仕事が減りますから、ね、難病の方の治療なんかが早まると、あの治療まで行くのには相当時間かかりますが、はい、診断とか間違いなくこの観察研究の右側のトラックで非常に早くなるはず、で今も、難病のその、プロジェクトでは、その中央 IRB、セントラル IRB を作って、動くかどうか実際にやっぱり動かさないとわからないので、そういう試みももうスタートしてます。このサンダーバードモデルが理解できればこの仕組みはきっとうまくいくんではないかと。でこの杖松先生の頭の中にはこのサンダーバードモデルがあるわけですから、そうです ね、まあこれを見たあの若いあの臨床検査技師の方から先生あの緑色の飛行機何ですかって言われた時はちょっとあの自己嫌悪に陥りましたけども、なんとかこう分かりやすく説明しようと思って、まあ、頑張ってるということでお許しいただければと思います。いやあの私はよくあの気持ちは少なくとも分かりましたぜひこの A メドというですね日本の最初 その、医療研究機関ですね、そのようやく NIH に相当する政府機関ができたということで、その初代の理事長の今日は、末松誠先生をお招き出しまして、あのこれからの日本の医療にちょっと夢が持てたかなと私自身は思いました。先生どうもお忙しいところ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。